です。今日は二人の温泉旅。わー、今日は無料の温泉の旅です。無料の温泉なんてあんの？どんな感じなんだろう。なんか足湯とかもう想像できるでしょ。無料の足湯、確かに日本にもある。もう一つは山にある生の温泉。生の温泉秘境の温泉みたいな感じかな。そうそうそう、なんか誰にも入れる。台湾にもそういうところがあるんだね。ありますよ。わ、超楽しみ。ということで今日の曲は秘境の温泉に行ってみよう。じゃあまずは無料の足湯。無料の足湯はとっても近いです。歩いてだいたい5分ぐらい。じゃあみんな行きやすいスポットだね。そう。めちゃめちゃ大人気。しかもね、本当に公園の中に。しかもめちゃくちゃ広いね。じゃあまずは、靴脱いで先に足を洗う。足洗おう。どう？温度大丈夫？ちょっと暑いよね、これ。これは今は44度。え、すごくない？あのおじさんとかおばさんとか太ももぐらい。下は水着ですね。全員はおじさん、おばさんだしですね。毎日来たいもん、もし近くにあったら。え、私も足したらね、あの血液循環が良くなるでしょ。隣のお母ちゃんたちにちょっとインタビューしようかな。你好。哎，你好，你好。你好，哎，你是住在附近的吗？没有，我们是住在台北。啊，特地来泡脚是不是？想一个礼拜来两次。哦。啊，泡完脚还会去哪里吗？去公园那边走一走。哦，运动运动这样子。耶，すごい、かわいいよ。めっちゃ健康だね。でもみんなすごくない？私もうすごい暑いんですよ。私もなんかさ、日本と違うところがさ、うん、足湯めちゃくちゃ深い。日本だと水位が浅いのね。でも台湾だとめちゃくちゃ深い。じゃあまた立ってみて。おー、めっちゃ短い。めっちゃ暑い。暑い、見て、好烫哦。啊，你们好厉害哦。本当に温かい。もうこれ足だけじゃなくてもう全身が温かくなる。すごい、もう暑い上が。じゃあ引き続き足を楽しもうぜ。マナさんどうですか？想像の5000倍ぐらい良かった。今でも暑いぐらい体全体が熱くなるね。そう、これだ、血が温かいね。本当、血流やばい。もう超巡ってるかもしれない。でもこんだけ人気な理由が分かった。最高。無料だし、足湯終わったらここら辺の公園とか、うん、散歩したりね。でもね、うん、これだけじゃなくて2個目は野生の温泉。結構山の方にあるから、今からちょっとタクシーで乗ろうぜ。はい、着きました。すごい山だ。タクシーでどのぐらい乗ったんだろう。30分くらいかな。30分か。見てください、後ろバイクがある。だからここ歩いていくの？まあ、Google マップが表示されてるけど、うんうん、でもここら辺見て、なんか看板もないし、本当に野生の温泉ですよ。すごい。どんな感じなんだろう。歩こう、歩こう。気をつけてね、これ。本当に山の道だから。本当にこっちで合ってる？合ってるかー。合ってるかな。気をつけてね、この周り全部山だからさ、虫とか蛇を気をつけよう。あれ、道がこっちだろう。わかんない、迷子になれるかな。あ、でも足の足跡がある。これこれ、ここが。気をつけてね、泥がやばい。人がいた。間違ってない。よかったぜ。すごいね、これ本当に山登りみたい。そう、もし雨降ったらここは結構危険かもしれない、ね、確かに。これは？これ温泉？色がちょっと違うですね。これが、これが温泉なの？え？ちょっとイメージが違う。違うよね。ちょっともう、もうちょっと後ろがある。そう。行ってみよう。着きました。
もう人がいるからさ、ここだ。だから写真見るとね、結構台湾の美女たちとか、マスのお兄さん結構来るらしい。見て、マスのお兄さんが写真撮ってる。おお、新鮮な体。これがどう？暖かい。暖かい？しかもこの色が牛乳っぽいの色。何度くらい？38度だな、これは。あ、そうなの。あそこ奥がある。早く入って。入ろう入ろう。めっちゃ。入ります。入ります。でも思ったより暑くない。多分37度ぐらい。本当に温泉の色が。温泉の匂いもある。確かに。おお、初めての秘境の温泉。ただ本当に人が多いね。目の前イケメンがいるんだけど。マッチョマンがいっぱいいる。思ったよりこの秘境の温泉が広くないね。そうだね。なんかさ、ここら辺一番温泉の下からさ、あと山の泉と一緒に混ぜてるから、ここの温度はちょっと下がったね。なるほど。上は見て、マッチョマンたちが行ってる場所は多分暖かいから、敵がやばいでしょ。じゃあ場所によって結構温度も違うんだよね。じゃあちょっとマッチョマンに交換してもいいか、一瞬。マチョーマンたちと交換した。そうだね、場所交換した、ね、え、ここ本当に暖かい。温度全然違うね。40度かな。40度ぐらいだね、確かに。ちょうどいい温度。ここ本当に最近人気なスポット。普通の温泉よりやっぱりこういう秘境の温泉の方が、ま、若者的に人気がない。確かにインスタ映えスポットかもね。そうだね。ここまで来るの超時間かかったね。さっきは15分ぐらい歩いてた。道が舗装されてないから結構危ないところもあったね。空気も超新鮮。山の匂いするわ。実はね、さっきは私たちあのチェンリンでこの買ったけど、今食べれないね。思ったより人が多かった。そうそうそう。ちょっと狭かったね。平日なのに。ねえ。こっそり撮ろう。マチョーマンのインスタ映えところ。おお。研究になる。そう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 。写真を撮れるね。そう。一緒に温泉に入ろう。いらっしゃい。全然エロくない。でもちょっと残念、ここサルがないね。確かにサルといたらもっと味が出るね。なんか眠くなる温度。ナンパしちゃおうかな。ドキドキしちゃう。こういうのでちょっと目くら発生しちゃう。どんどん行け。ペニメソン何来だ。タイペイマン。そう、リュータン。リュータン。ペニメソンさん来这里吗？第一次。第一次。你们怎么到这边的？啊，这个很有名的地方吗？没有，今天是为了来，然后拍照这样子。来泡，然后泡拍照。那你们觉得有比想象中还要小吗？或是温度？觉得比较热，比较大。有推荐的温泉的地方吗？有，叫八一温泉。嗯，就比较大，然后比较烫。哦。じゃあこの動画よかったら今度次の温泉行きましょう。你们觉得这个温泉怎么样？蛮漂亮的。谢谢。哦，お兄さんたち優しいね。頑張った。優しい。頑張ったね。頑張ったね。え、これ頭良すぎ。これ温泉をパイプして自分の温泉を作る。ああ、駅に戻りました。あとさっきせっかくこれ買ったから。一緒に食べようか。温泉卵なんだよね。そう、これスーパーの温泉卵。いただきます。うん、うん、うん、無料の温泉どう？いや本当に最高だった。なんか足湯も思ってた以上の以上の以上ぐらいにすごい良かったし、天然の温泉も嬉しかった。あんな場所があるんだって知らなかったから。でもちょっと残念なところは歩きにくいし、思ったよりちょっと狭かったかな。めちゃくちゃ浸かりたいんだったらちょっと満足感足りないかも。でも写真とかあと景色を楽しみたいんだったらすごいおすすめ。そう、でもすごいね、まさか別の秘境温泉もあるね。ねえ、あのお兄さんが言ってたところ。この動画が良かったらこの行ってみよう。そう、ぜひ皆さん本当に大変だからね、着替えとか山登りとか大変だから、ぜひグッドボタンお願いします。じゃあまたこのシリーズが良かったら別の野生温泉、秘境温泉挑戦してみよう。はい、じゃあというわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。
この動画が好きなら感謝登録してグッドボタンを押してください。それから私はツイッターまでをファッションお願いします。リンクがあります。それじゃあバイバーイ。